それでは始めさせていただきます。日米で2018年および2010年に、調査科学のロードマップというものが作成されまして、その中には調査科学は医療、食料、環境、エネルギーなど、さまざまな広い領域に関与しているということが書かれています。それで、タイトルをちょっと広い領域で書いたんですけども、今私たちが、作っているそのブライコスモスポータルっていうのはライフサイエンスターゲットを絞ってやっていくという方向性でやっています。で、TOWサについて簡単に、ごく簡単に説明させていただきますと、TOWサは複数の担当がつながった虫でありまして、もう一つ今日の複合糖質っていうものが出てくるんですけども、複合糖質は TOWサに、タンパク質や質が結合した分子になります。で、こちら PDB の方から取ってきた糖タンパク質のデータなんですけども、イメージとしてはこうタンパク質にこのような糖鎖がくっついているような構造になります。で、特徴としては、機能としてタンパク質の安定化や、体内輸送など、生体内に、の機能に、重要な、関与しているということが、分かってきています。そういうことから私たちは、昨年度からプライコスモスポータル、TOWサ科学ポータル開発ということを始めました。で、このポータルには、3つの要素がありまして、スタンダードとリポジトリとデータリソースというものがあります。で、これらは、相互に関係しておりまして、これらがうまく利用してポータルサイトを作っているという状況です。で、本日、グライコスモスポータルとしてまだ完成はしてないんですけども、ベータ版として公開しております。ポスター終わってしまったんですけど、53番の方で、発表しておりました。で、まずは、スタンダードについて説明させていただきます。これまで、TOWサ科学の領域においてはさまざまな TOWサ構造の表記方法っていうのが報告されていましたが、TOWサ構造に対して1位に表記できる線形表記方法っていうのはありませんでした。そこで我々は2014年に、TOWサの、表記方法としてワークスというものを提案しました。現在はこの2017年にアップデートした、2.0 というバージョンのワークス、これで示すような文字列になりますけれども、それを利用して、いろんなところで利用しています。また、既存の TOWサ表記方法との、連携も重要であることから、TOWサ構造の変換ツール等の開発も同時に行っております。また、我々の TOWSA のデータベースは、ほとんどの RDF で、構築しておりますので、まず、グライコミックスデータの、RDF 表記のためのオントロジーとしてグライコ RDF というのをすでに開発してきました。で、今回のプロジェクトでは、複合糖質のオントロジーとしてグライココというのを、開発しました。ターゲットとしてはグライコプロテインやグライコリピッドを対象にしています。これは日本だけで開発したのではなくて、アメリカのグループやヨーロッパのグループと一緒に開発しまして、彼らのグループで、作っているデータベースも同じオントロジーを利用してデータベースを開発していくというふうになっています。次にリポジトリについて話させていただきます。国際TOWサ構造リポジトリであるグライトーカンは、さまざまな表現方法で、記述された TOWサ構造を一度ワークスの形式に変換しまして登録しまして、その構造に対してアクセッション番号を発行するというシステムです。で、先月、ミラージュっていうそのグライコミックスの実験データの、ガイドラインがあるんですけども、
そちらに採用、正式に採用されるということが決まりました。また今、国際標準機構 ISO のある規格において動作構造を、明確に、決めるためにフライトオーカーのアクセッション番号を利用するという動きがあります。これはそのグライトオーカーを利用した、これからのイメージなんです。まだこの状態になってないんです。イメージなんですけども、研究者がグライトオーカーに、投射パンの研究に利用した投射構造を登録してアクセッションナンバーを取得します。でミラージュのガイドラインに沿って論文も作成しています。そうするとデータベース開発者は論文に載っているグライトオーカーのアクセッションナンバーを利用してデータベースを開発したり拡充したりすることができます。こうすることによってグライトオーカーのハブになっていろいろなデータベースとつながることができます。で研究者はグライトオーカーのアクセッションナンバーを利用してそれぞれのデータベースに入っているさまざまな情報に容易にアクセスできるようになるということを考えています。また、本プロジェクトでは、複合投資のリポジトリ、複合投資の構造のリポジトリっていうのを開発しています。これまで、グライドプロテインの、リポジトリを開発することを進めてきました。で入力データとしてはユニプロとグライトオーカーの ID およびグリコシレーションサイトの情報です。これらを組み合わせて一つの糖タンパク質の情報を作ります。でそれに対してアクセッション番号をつけるというようなシステムを開発しているところです。グライコポストはグライコプロテオミクスのマスデータとそのメタデータのリポジトリです。このグライコミス、ポストは、グライコミクスのマスのメタデータを登録するそのユニカーブ DR というリポジトリがあるんですけども、それとも連携して開発を進めています。また、これがそのユーザーインターフェースなんですけども、ユーザーが入力しやすいような工夫を取り入れて作成されています。次に個々の、データリソースについて説明させていただきます。その前に、先ほどの木塚先生の話でもありましたように、投射と疾患が関係しているということで、ある細胞が眼科などによって変化すると動作の構造が変わることが知られています。で量的にも質的にも変化すると。でタンパク質の構造はその場合同じである。でこちらの例ですと肝臓がついてなんですけども、AFP の糖タンパクが、癌になるとコシル化、先ほども説明があったこの三角形の赤いやつなんですけども、この糖鎖が増加するということが分かっています。でこの糖鎖は、複合ステイン酵素によって、このような糖鎖から生成されます。でこのことによってここで、LCA のレプチンで診断って書いてあるんですけども、そのこの酵素を認識して、この結合性が変わってくるということが分かります。でグライコスモスではこれを例としてこのようないくつかのコンポーネントをリソースとして提供してユーザーに提供できるようなデータをつなぎ合わせていきたいというふうなコンセプトで作成しています。はじめにグライコアーバンですけれども、これは糖鎖の存在比のデータを疾患による糖鎖の種類や存在比が、変わってくるので、それらのデータをまとめたデータベースです。これもポスター16番で発表していました。次に、これは糖鎖関連遺伝子のデータベースで、遺伝子名や酵素名、その組織分布やその酵素の基質特異性などが収められています。
これは、搭載電子と疾患の関連を求めたデータベースで、先ほどの GGDB や医学情報との連携をしています。これはパスウェイのデータベースで、動作関連のパスウェイの生物やパスウェイ名から検索することができます。で、検索されたこのパスウェイはこのようなツリーズ用に表示されまして、強調されたノードをクリックすることで、詳細なパスウェイを表示することができます。こちらはトータルグライコムで、N 結合型糖鎖、O 結合型糖鎖、GSL 糖鎖、グルタミノグリカン、遊離糖鎖の発現解析の結果を提供しております。で、それぞれの条件によって違いが分かるように、このような可視化やテーブル形式でデータを見ることができるようになっています。グライコンマトラスは、生体内における糖鎖の極材を見ることができるデータベースです。これは、臓器を選択して、そこに含まれる糖鎖構造が一覧表示されたり、ある糖鎖構造を選択することによって、どこにその糖鎖構造が極材しているかっていうのを見ることができます。この LFDB は、レプチンに対するデータベースなんですけども、レプチンは糖鎖を認識するタンパク質なんですが、レプチンの種類による糖鎖認識の際を、この糖に対してさまざまなレプチンがどの程度、アフィニティがあるかっていうのを一覧を見たり、 LCA というレプチンに対してこの横軸がいろんな糖鎖が並んでるんですけども、そのアフィニティの違いを見ることができます。またグライコスモスレプチンズっていうのは、ジーンオントロジーのカーボハイドレートバインディングレプチンっていうのをキーにして、ユニプロットからプロテインの情報を、また PDB の情報を取得してきて、作成したデータベースです。これは、それぞれの、プロテインのエントリーページがここになりまして、タンパク質とかアミノ酸配列とか糖鎖収縮部位の情報 を表示することができます。また立体構造は、もう表示されますけれども、これは、PDBA の方にリンクするようになっています。グライコスモスのこれらのデータリソースは、それぞれのリソースがここに相互にこう関連づけるような形で、つながっていくということを目指しています。で、現在まだここまで、完全に、リンクされていませんが、将来的には、これらのつなぎ合わせてユーザーがさまざまなデータに平穏にアクセスできるようにしていきたいと考えています。今年の8月に、国際会議がアメリカでありまして、そこで、私たちのグライコスモスのプロジェクトとアメリカのグライゼンプロジェクト、これは父さんのプロジェクト、また父さんのプロジェクトでヨーロッパ の支部 SIB のグライコスモスエクスパシーのプロジェクト、この3つのプロジェクトでグライスペースアライアンスというのを結成しました。で、これらのグループで、共通して、グライ等間のアクセッションナンバーを使うこととか、複合糖質のオントロジーを開発しましたので、それを共通して利用していくんだと、共通していろいろ開発して、つないでいくということを考えています。またグライコスモス自体もさまざまなところとリンクしてデータをつないでいくということを考えています。それで、動作学関連のデータの価値を、向上させて、ともにユーザーに対して、価値のあるデータを提供していきたいと考えています。本研究は JST-NBDC の支援のもとに行われました。またバイオハッカソンでもさまざまな、サポートを受けました。で、DBCS のツールもいろいろ使わせていただいているので感謝いたします。で、本プロジェクトの代表は創価大学の木下先生で、
産総研の成松先生、新潟大の奥田先生、サークライトの青木先生ほか、これらのメンバーで開発を行っております。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。